はい、どうもお疲れ様でございます。なべでございます。いやー、今ねちょっとこれマスキングしてたんです。マスキング、はい、これから色を塗るんですけどもね、塗られてほしくないところにこうやってテープで、こうカバーしてね、保護して、こっちの茶色い部分だけを塗ってね、こっち黄色い部分がテープなんですけど、これをね、今工作してました。はい、何したかっていうとね、これ作ってたんですよ、これ。はい、東京マルイのね PX4 っていう、ピエトロ・ベレッタ社の銃なんですけど、ここ茶色くなってますよね。このね茶色いフレームに、付け替えました。中みんなバラしてね、初めてやりました。初めて。もうね2時間ぐらいかかってるかな、1時間半ぐらいかかってるかな、ぐらいかかってますけどね、なんとか取り付けることができました。あとはここがちょっとまだね武骨になってるんですけど、こんな風に後ろがはまってしまえば完成なんですが、ここの色がまだ塗られてないのでね、これを塗って、今日はね完成おしまいというところにしようかなと思います。まだちょっと試写してないんでね、これからちょっと試写もしますけども、我ながらなかなか上手にできたんじゃないかなとね思ってます。ここの部分はね塗りました。ここね、ここ塗って、で上は純正のままで、下はまた今度詳しくレビューしますけどね、ネビュラーっていう、メーカーの、リアル刻印のね、フレームにしました。なかなか見た目がねスパルタンな感じになってね、いいかなと思います。はい、ということで、もう10時になるところでございますが、これ一拭き塗ったら帰りたいと思います。それではおやすみなさい。